質問です。講座を作るときに、リアルのオフラインの講座とオンラインの開催で、それぞれ意識することはどんなことなんですかっていうことがありますが、リアルな講座は目の前に人がいるので、目の前の人を伺いながら進捗具合とかを変えてったりとか、あの対話形式でやってったりとか、 っていうことを重要視するのが大事です。で、じゃあ今度、オンラインなんですけども、オンラインに2パターンあって、リアルタイムでオンラインでやる場合と、録画でオンラインでやる。これオンラインスクールとかでやる場合があって、で、これもですね、その今の2つで全然違うんですね。で、リアルタイムでオンラインでやる場合って、 実際に会ってる時よりも、まあ、ワンテンポ結構ずれていくので、また、キャッチできる情報量が少ないんですね。実際に対面だと、仕草とかニュアンスとか表情とか、その場の空気とかでキャッチできる情報がたくさんあるので、その人のことを、まあ、より観察できるんですけども、まあ、ズームだったり、そういうネット、の動画で、 リアルタイムでやると情報量が極端に少ないので、うん、相手がこう納得してるかどうか、腑に落ちてるかどうかって全然わからないんですよね。なので、あの、アウトプット。えー、これはリアルではなかなかできなくてオンラインでできることなんですけども、うん、コメントをたくさんもらうようにしてで、そこでその進捗とか確認をしていきながら進めていくっていうやり方があります。ただし、この場合は、 リアルよりもその進捗度合いが、ま、その確認作業とかがあるので遅れちゃうんですね。なので、リアルとズームを両方やるのはとっても難易度が高いので、僕はね、あんまりお勧めしないですね。両方一度にやるのは。で、次にオンラインでえ録画で行う場合、で、録画で行う場合は、 実際に講座をやってるものをただ収録して、それをこう長い時間まとめて見てもらう。だと、これは全く効果的ではないんですね。で、その録画のオンラインで進める進め方っていうのがあって、それはレクチャーをしていくっていうんじゃなくて、ワークをたくさんやってもらうっていう考えに切り替えなきゃいけないんですよ。なので、ワーク、 要は、身につけるっていうことを続けてやってもらうっていう感じなんですね。<laughs> じゃないと、自分がオンラインで、えー、録画のスクールでやる場合は、自分が、これわかんないなってすぐ思っちゃうんです。リアルで聞いてるときよりもすぐわかんないなと思うので、そのわかんないなっていうかがないように、こと、細かく、えー、単位を最小にして、 えー、次はこれやってくださいね、これやってくださいねっていうことを一個一個やっていく。リアルだったらこれやって、これやって、これやって、これやって,やってみましょう。はい、どうぞって言えるんですけども、録画の場合はそれはちょっと難しいので、えー、一個一個細かく説明していく必要があります。ということは、今の3つのパターンありますね。リアルの場合、オンライン、リアルタイムの場合、オンラインで録画の場合。これは3つとも進め方が違うので、そこで分けて作った方が良いです。 ご覧いただきありがとうございます。あなたの素質と強みを知ることができ、自分らしいビジネスの仕方がわかる自然体ビジネス診断、無料で受けられますので、ぜひ概要欄からクリックしてみてください。